エンジョイパチンコライフ。一つでも景品を獲得するために今日もレバーを叩く。景品獲得バラエティーダッシュマン。切り裂きジャック、タップダンス欲しいな。はい、ということでね、今回は、茨城県、取手市にございますビッグマーチ富士商店さんに来てますね。ダッシュマンといえばもうこちらの富士商店さんでね、何度も景品を取っておりますけれども、この度ね、あの鈴木奈々ちゃんが、こちらのビッグマーチさんのねイメージガールに就任しまして、もう店内ねきっと鈴木奈々ちゃんだらけになってますんでね、早速可愛い鈴木奈々ちゃんに会いに行ってみたいと思います。えいえい。はい、鈴木奈々ちゃんだらけですね。可愛いですね、こうやって見ると。さすがモデルさんでございます。じゃあね、景品コーナー行きましょう。はい、特選商品カタログということで、一番大きいので500枚、その次は303枚、そして226枚ということで、まあ、なるべくね500枚目指して頑張りたいと思います。まあ最低でも226枚を取れればねプレゼントできるんで、まあ出玉を取ってからね商品の方は選びたいと思います。それじゃあね、早速台を選びに行ってみたいと思います。えいえい。ビッグマーチで因果消滅消滅しちゃまずいだろう、玉が冗談ですよ。はい、じゃあ早速、もうね店内ね奈々ちゃん一色でございます。可愛いっすよね。茨城県出身ということでね、もうビッグマーチさんぴったりですね。じゃあ早速店内のデータ見ていこうじゃないですか。どうもありがとうございます。えいえい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。えいえい、ありがとうございます。ありがとうございます。えいえい、どうもありがとうございます。バイオハザードが入ってますね。いい台はいつまで経ってもいいですからね。さあこちら、サミさんの信頼アラジンエース、ね、3800枚オーバー、おめでとうございます。やっぱこういうノーマルタイプになっちゃうかな花火もあるね。ニューパルサーデラックスもありますね。完全告知になってから結構ね、なんだろう、リーチ名を知らない方でも安心して打てるということで、結構高カード145分の1は取られたな。カードいいね。146分の1でもちょっとビッグ偏ってんな。ニューアイムジャグラー EX だったらやっぱ1対1に近いデータがいいんですよね、できれば。花花コーナー161分の1ですけど、4ぐらいの確率なんで、ね、いいじゃないですか。じゃあこれにしようかね。ニューキング好きなんで僕。いやー、今回はこいつで行ってみたいと思います。えいえい。はい、それじゃあね、ハイビスカスをビッカビカね光らして景品獲得したいと思います。お座りパチャンス、残念、まだ分かんない。これ外れればペレですねこの動画が配信されている頃はまだ行ってないか。一応ですね、私今度石垣島にちょっとね行く用事がありまして、5月に、そういう意味でもちょっとね、あー、危ねちょっと花々は最近親近感を持っております。50枚目、もう粘る、残念、ゼカドーシ。おー、叩いた瞬間になったもんだから
おいどんかと思ったよ。おー、粘る、いいね。残念、手がどーし。おー、羨ましい。わっぶね。残念、手がどーし。どうした？おー、光って。やっぱね、花ハマったのってあれだな、漫画ですね、漫画。はやちんさんの漫画見てからだな。いいの、見に来んの。そうだ、あれ。いやー、すごい回るね。それはいいんですけど、そろそろ安心してな。3月はバーチ残念。あ、でも残念、手が倒し。あ、でもこれで250枚目、半分。結構回ったんじゃないですか？うん。おー、勝ったー。会いたかった。会いたかったですね。もう会いたかった、本当に。よかった、よかった。光りました。危ない。やったあぶねー。あれ、ここどうだったっけ。ビッグマーチ藤代店いいみさんね。やりました。あざす。446回転結構回ったね。かといってそんなに使ってないんですけど、コイン持ちがすごい良かったんで。あ、終わらせた、やりました。あ、またあるぞ、またあるぞ、またあるぞ。もうほんと叩いダーン、もうバイビヤ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 、早い早い、もう何言ってるか分かんないけど早い。えー、次元ブリッジかチャンスだね。クレジットないレンチャンしなかった。何回転だ。あ、今27回転、ちょっと回んなかったな。よし、たよっしゃー、あー、やりました。うわ、よかった。今こうクッていったらただ光ってくれましたね。今度は白でいこう。ビッグ、おお、やった、やったー。あれ、ここどうだったっけ。ビッグマーチ藤代店イミさんへ、2回目イエーイ、離れ離れ。何ゲームだったんだろう。38ゲーム離れんですね。さすがに鼻鼻で出た出玉でツノッチのぬいぐるみは取れないな。いいね。そう、石垣島は僕初めて行くんですよ、本当に。母方の故郷とか沖縄なんですけど、石垣島は初めて。すごい楽しみにしてます。まあその辺もね、まあ行ったらちょっとブログとかツイッターとかで
こう、まあ、かけたらいいかなとは思ってるんですけど、一応5月のゴールデンウィーク明けぐらいに予定してます。はい、やりました。あ、またぞ。あー、またぞ。すごい。時間がちょっとね。あ、でもすごいな、今5時なんですけど、5時でもう6000回転結構回してるね。分回すレベルだよね。お時間あと10分ぐらい。あ、87ゲーム花連終わっちゃった。残念。4なのかな。161分の1。すいません、もう一回光らせてね、500枚以上ね景品をプレゼントしたかったんですけど、すいません、ちょっとね制限時間いっぱいまで打ってたらちょっと飲まれちゃいましたね。まあプレゼントはできると思うんですけど、ちょっと何枚あるのか、200ゲーム回しちゃったんでね。200ゲームってことはだいたい300枚ぐらいは多分使ってると思うんですよ。まあコインもちよかったんでもうちょい少ないかもしれないですけど、となると300枚ぐらいしかないかなっていう感じがするんですけどね。はい、それじゃあ早速コインの方を流してみたいと思います。えいえい。はい、それじゃあ早速コインの方を流してみたいと思います。えいえい。危ねえ、いった。危なかった。はい、ということで今回、選んだ商品はこちら、レギュールホットサンドメーカーです。はい、実践終了ということで今回ですね、レギュールホットサンドメーカーをね一つゲットすることができましたということで、必要事項をご記入の上、今回のキーワードは平天君がオープニングでやったモンスターの名前をご記入の上、どしどしご応募の方よろしくお願いいたします。何をやったか、もう一回オープニングを見てください。はい、ということで、ね今回、撮影にご協力していただいたこちら、ビッグマーチ藤代店参戦でのちょっとだけ、この動画が配信されている頃にはですね、あの話題機種、ミリオンゴッド神々の凱旋、こちらの方絶賛稼働中となっております。なんでもね、ハーデスを外さずに、神々の凱旋ハーデス、もうねあの辺一帯はねもうゴッド空間と勝つと言ってましたんでね、ぜひねもうそこら中でね神々がもう降臨しまくっちゃってると思いますんでね、ぜひね、ミリオンゴッドシリーズ大好きな方はこちらビッグマーチ藤代店さんへ遊びに来ちゃってください。そして、4月の25日ですね、また私平天君こちらの藤代店さんでダッシュマンの撮影ね、夕方ぐらいから、まあ大体17時か18時ぐらいからですね、来ると思いますんでね、もしお時間あれば近隣の皆さんはねぜひね遊びに来ちゃってください。以上景品獲得バラエティダッシュマン平天君でした。えいえい。